アマゾンのレビューやばい。ちょっと見てみよう。アマゾンのレビュー見てみよう、ポケモンの。え、めちゃくちゃ評価高いよ。星 4.5 よ。すべてのレビューを見る。タイトル、ポケモンブランドも終わりか。前々作と前作に引き続き手抜きなゲームです。ポケモンブランドに甘えたせいで完全に時代遅れのゲームとなっております。モデリングはほぼ使い回し、やり込み要素も激減、致命的なエラー、草むらに半年100種類のカレー、400匹のリストラ、誰がそんなもの求めてるんですかね。調べたらこのゲームフリークって会社、上の経営者が無能っぽいですね。クオリティ低くても売れるとかなんとか、こんだけ儲かってんだからもっとお金かけてファンが求めるのを作ればいいのに、そんなに個人資産増やしたいんですかね。なんでさ、自分が楽しめないのをさ、なんかあれすんの。でもまあそんな声は稀で、ほとんどの人が星5だよ多分。星 16% だって。タイトル、国民的ゲームの終焉。さすがにひどすぎますよ。前情報にも出ていましたが、まさかの既存ポケモンの既存のポケモンの大量リストラ、魅力の薄い新ポケモンたち、メガ進化を少しひねっただけの巨大マックス。ポケモンは主観ですが、XY から魅力が激減し始めたと思っています。お前いくつだ、年。 3DS 初の XY、 グラフィックが進化しましたが、逆に安っぽい作りになり、悪役に魅力がなくなり、伝説のポケモンの貫禄やポケモン独特の底知れぬワクワクは続々は消え失せてしまいました。それでも魅力的なポケモンはいましたし、メガ進化も悪くなかったと思います。今まで対戦環境で日の目を見ることができなかったポケモンたちに新たな可能性が提供されましたからね。そしてサンムーン、メッセージ性はさらに薄くなり、イベントはクオリティの低い、演劇臭さ、長さ、寒さ、ポケモンの魅力も激減し、挙句の果てにはウルトラビーストというポケモンイコール自然の神秘の概念を覆す教材もいいところの要素も、俺マッシブーン世界最強に好きだったんだけど、よくぞ出したと思ったんだけどな。今まで全く興味がなかった33歳の俺がレート対戦を始めるぐらいの衝撃受けたんだけどな。極めつけはたった発売からたった1年でしょうもない追加要素でフルプライスで発売された作詞お手本のウルトラサン、ウルトラムーン。そしてやり込み要素のかけらもなく、明らかに小遣い稼ぎで販売され、瞬時に加速化し忘れられたピカブイ。それでも次に発売されるポケモンがあの頃のドキドキをワクワクを続々を与えてくれるならと、ポケモンが大好きな方は待ち望んでいるリメイクや新作が出ないことに我慢しながら、それでもポケモンを愛しました。それが今までのポケモンを、プレイヤーを支えてくれたポケモンをここまで大幅にカットしますか。プレイしてクリア。お前長えな、まずな。バカは話が長えんだよ。3行くらいでまとめられんだろうが。プレイしてクリア。もう時間考えろ。お前の文章を読む俺の気持ちにもなれよ。プレイしてクリア前までぶっ通しで進めましたが、明らかに少なすぎます。良くなったのはグラフィックのみです。今後のアップデートや DLC、有料アップデートで改善されるかもしれませんが、それなら発売が遅れてもいいので、全ポケモンが登場、バトルフランティアとソロでもやり込めて楽しめる充実、もう赤色やれ、赤色。赤色の濃紺やれ、お前は。アホみてえにやり込めあるから。バトルフランティア等のソロでもいいんだ。ネズミとかさ、ウサギみてえなやつが口から火出してるだけでいいの、ポケモンは。浅くていいの。ソロでもやり込めて楽しめる充実施設を実装して発売してほしかったです。国民的な当たり前な寄り添ってくれていたものが離れていく感覚を。なんでお前勝手にてめえに寄り添ってると思って、一緒にするんじゃねえバカ。お前国民に寄り添ってくれてますよね。違いますよ。あのポケモンってデータですからね。なんか実際に息をしている動物じゃないですよ。あれちゃんと、あのあれでお金儲けしないと株ボケ潰れちゃうんで、そういうキャバクラ嬢にマジになってるのと一緒だよ。そういう偶像に、ね、楽しませていただいてる立場なんだよ。非常に残念です、だって。本作をクリアしたらポケモンシリーズを引退することにします。20年間お世話になりました。行くなまだ行くな俺を置いて、お前まだやれるぞ、見ろ、この文章、ちょっとした小説ぐらい文書いてるぞ、読む気にもしない。何文字だこれ、文字数調べてやろう。お前、まだお前は行くな。お前まだ行く人間じゃない。なんという長文書いてんのこいつ。やば。
原稿用紙3枚分ぐらい書いてあるよ、本気で。文字数、2100文字で、原稿用紙2枚半書いてます。この人800字詰めの原稿用紙2枚半。まだお前は行くな。その熱があるんだったら行っちゃダメ。俺と一緒にポケモン楽しめ、同世代として。30にもなってポケモンの悪口言うやつになりたくねえ。お前そのネットだけにしとけ。多分この人もちゃんと私生活ではポケモン やってますかみたいな、あやってますよ、面白いですよって言ってると思う。そういう場ではあるんだよ。あとやっぱ熱くなるよな、どうしても。バカどもを熱くさせる中毒性があると思うわ。まっすんがほんと作ってんのポケモンって。まっすんって今もなおポケモンちゃんと作ってんの？さすがに下に任してるでしょ。音楽と広報がまっすん、いや音楽作ってんだ。いやソードシールド音楽めちゃくちゃ良くなかった？ちょっと聞いていい？俺これすげえなと思ったけどな。これ壮大で、こんな髪型してたんだなこいつ。ここが好き。ちょっと FF っぽいよね。な、今までのポケモンっぽくない。あ、ほうめっちゃいいじゃん。ほう、ほうの BGM クソかっけえよな。これすごくない？和太鼓みたいな。な、テケテケテケテーってところが好き。この後この後もいいんじゃない。デン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 みたいな、この後ここいいね。ルギアが、待って、俺ルギアわかんねえ。俺ルギア戦ったことねえぞ。いや、わかんねえ。いや、知らねえ。ちょっと待って、あのさ、ルギアって金銀だよね。金銀だよね。鳳凰って金、ルギアが銀。俺銀やってねえじゃん。俺ルギア捕まえたことねえぞ。